はい、というわけで、ゲストの皆さんをご紹介したいと思います。XJAPAN の、ヒデさん。おはようございます。です。パタさん。おまけでついてきた石塚です。こだわるね。はい。ありますけども。パタはまあ二度目になるんですが、毎日と出ておきましてですね。はい。ヒデさん、うちの番組、こういう番組です。ロックトゥデイのようで。やめろだから。誰もわかんねえみたいな感じが、ありますけども。とりあえず、久しぶりということでですね。なんか、ヒデはだってもう半年ぐらい？そう。ですね、なりますね、うん、ありますけど、いつかでしたの？最近ですけど、また市川さん、ずいぶんお痩せになられて、ああ、もう、今もう、もう、ボンボンに痩せててですね、もうなんか、ビジュアル系見て、バカやろ、もう見たやつ横で暴れてるみたいな、ありますけども、あれ、帰ってたんですよ、つい最近なんで、割と一番最初に帰ってきました。みんなバラバラに、うん、みんなバラバラに帰ってきて、うん、私はちょっといろいろやらなきゃいけないことあったんで。皆さんが迎え入れ体制を作らなければいけないんで、お迎えをしなきゃいけない。先に帰ってきて、登り立てたりとか。そうそう、X 様は皆さんが、ご一行様はちゃんと。ホテルご用意したりとか。そうそうそう。なるほど。いろんな、下の世話まで。下の世話まで。いつの間か大変なことになってますね。目がありますが。あれ、パターはいつかですよ。あっしゃ、先月の終わりぐらいですかね。あ、結構前から。うん。まだ日本シリーズやってる頃から。いや、やってない。ボケツ。ボケツ。ボケツに帰ってきました。ちなみに今の X の皆さん何やってるのかっていうのを一応形式上聞かないといけないので。ね。はい。まあ、知りたくもないでしょうが。リハーサルやっております。それはツアーのリハを。今も、今日もその流れでしてね。素晴らしいですね。なんか、寂しそうにしていたんで、連れてまいりました。そう。なんか誘ってくれと。昨日から言ってたくせに。誘ってくれって言ってるんだもん。言ってない。目が。なんかスタッフの人から出まして、市川さんのラジオがどうのこうの。逆じゃ。もう5人揃ってるんですか？いや、4人ぐらい。ああ。4人ぐらいいます。4人ぐらい。割と、全員に近いぐらいいる。一番近い線まで行ってるみたいな。割と近い線まで。そういうのってリハってできるんですか？このワンパート、ワンかツーかわかりませんが、かけてるとこでリハというのはどうなんですかね？いや、全然問題ないです。と、広報担当が申しております。広報担当？いや、広報担当。受け入れ体制万全です。もう全部きっちりこう、押さえて。全部。フォローしますんで。何でも言ってください。でも今回ツアーじゃないですか。去年までだと2日だけで済んだやつが、今年は地方も長丁場です。回られるっていう。まず回られるということはやっぱりリハもたくさんやらないといけないんじゃないかなみたいな。まあでも泊まれるホテルがあるだけで嬉しいかな。まあね。ね。そうでしょ。だって市川さんがほら。X の本作ってくれた時とかから考えたらさ、頃はまだツアーやってたじゃないですか。でほら、頃泊まれるホテルなかなかなかったじゃないですか。見つかっても、せっかく見つかったのに次の日にはダメが出るみたいな。そう、ダメ。いましたな、そういえば。そういうやからが。やからが。でも全国ツアーって言ったらだって、最後のツアーって言うと、もしかするとあれは、ジェラシー。そう、だタイジがいた頃だもんだって。あ、そうだ。もう4年うん、まだ、まだ20代の後半を名乗れた頃だよ。そうだな。確かに。でもほら、一応ほら、ヒデの場合はほら、ソロの時に全国回ってる。で、パタもあの時に一緒に。この二人はまだ、そうまだ全国回ってるみたいな。若干1、2名。うちのほら、だって俺とパタだけだったら全然フットワーク軽いですからね。それは誰が重いっていうことですかね。いや、一応4人やってますよ、4人。4人で今やってます。あと4人ぐらいでやってます。おい、4だってよ、みたいな。